んということなのでしょう。ゆえは人生の大半をこのニュージーランドで過ごしたのです。お世話になった人がたくさんいました。お友達もいたのです。避難できているでしょうか。いえ、避難できていると信じるしかありません。住民の救助は国連軍の方にお任せするのです。ゆえたちはゆえたちにしかできないことを。ベヒモスを倒さなければ、もはや以前の美しい景色は見る影もありません。魔物が現れない国として何の傷跡もなかったのですが、これで十分でしょう。十分すぎます。これ以上ゆえの故郷を壊すのは許しません。ゆえに何ができるかもわかりませんが、ゆえにできることは全部やります。それでベヒモスを撃退できるのであればなおさらです。たとえゆえ自身の、ここはアオテアスクエアと呼ばれるところです。あちらがオークランド工科大学、広がっているのはアルバート公園。人口密度の高い地域です。もしベヒモスがそれを狙ったなら、ええ、霧の魔物がそうであったように知能があるでしょうね。そして霧の魔物と違って明確な悪意を感じます。霧の魔物と共闘するゆえたちに敵意を向けてきています。霧の魔物を倒すついでに人類も滅ぼすつもりなのでしょう。それはさせないのです。さあ、転校生さん、こちらに。オークランドはゆえの庭のようなものなのです。病院から見てただけですが。さあ、ここです。見てください、あそこからベヒモスが出てきています。ビルに入れる量を超えているのです。どこからか転移してきているのか。とにかくこの町を救うためにはベヒモスを倒さねばなりません。皆さんを呼びましょう。出てくるものを順次倒してゆけば被害が広まるのを防ぐことができます。転校生さん、ゆえたちはどんな戦いにも負けませんでした。今回ももちろん負けませんよね。